はい、皆さんこんにちは、ヨヨンでございます。大乱闘スパシバスペシャルやっていきたいと思います。ということでですね、マインクラフトよりスティーブが参戦したということで、今回はこちらのダウンロード特典、はい、こちら特別なスピッツボードやっていきたいと思います。マインクラフト仕様ですね。いきましょう。はい、ということでマインクラから、新しいスピリットは9体ですね。9体の新しいスピリットが出たということで、今回こちらを1つずつクリアしていきたいなと思います。じゃあまずは最初ゾンビですね。相手はゾンビということで、まあファイターはスピリット、ファイターはスティーブでいきたいと思います。スピリットはとりあえずまあお任せを、まあ1個ずつつけていこうかな毎回。さあ最初はゾンビ相手ですね。ゾンビ軍団ですね。スーパーアーマーついてるみたいですね。敵が10体と。ということで、ゾンビ10体倒していきましょう。あ、ちょっと木があるから邪魔なんで壊しちゃいますか、最初ここ。オッケー。さあ、ゲッ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 、あい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 。ほら、ゾンビ1体撃破。あっち行け。あんま近づいてこないかな、このゾンビたちは。ドン。はい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 、あ、素手になっちゃった素手になっちゃった。はい、鉄で、あと5体まだまだいます。あと半分ですね。ドーントン上上あ、鉄がない、材料がないっすよ、材料がない、材料がないから、まあとりあえずもうゴリ押しでいいんじゃないですか。ズシェズシェってもう殴り合いでいいんじゃないか、ゾンビとか。はい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 、オッケー。ゾンビ炎が苦手、はい、ゾンビゲットです。クリア。さあ続いてはクリーパーですね。ゲーム&ウォッチ軍団ですね。さあでこちらもスピリットとりあえずお任せ1個つけていきましょう。相手がボンバーを持参と。爆発が超強力なので近づくのは危険。相手に爆発攻撃が効きにくい。使用ファイターに注意。相手を倒すと増援が出現。倒しても油断するなど。ということで、まあクリーパー軍団。増援っていうのは普通にゲームウォッチがいっぱい出てくるっていう意味でいいのかな。いや、ボンバー、それだよな。そうだよな。近づかなきゃまあ大丈夫か。逆にこっちが使いたいね。よし、来た。ドーン、オッケー。あ、持ってる、あ、やばい、あ、いやもうこれボンバーゲーでしょ。ボンバー持ったもん勝ちやん、こんな。オッケー、相手の吹っ飛びも良くなってるね。あ、まずい、あ、大丈夫ですか、大丈夫だった、オッケー。あ、また来た、ボンバー、ドーン、爆発しまくりじゃねえかい。あー、危ねえ、ドン、オッケー、上スマで、うん、やばいやばい、これまずい、あぶねえ、回避回避回避、ここドーン爆発しまくりやん。クリーパー炎攻撃強化ですね。はい、クリーパーゲットです。はい、続いてはスケルトンですね。マインクラフトシリーズスケルトン行きましょう。リンクが相手ですね。まあ弓矢をね、めっちゃ撃ってくるでしょうね。しばらくすると相手が切り札状態になる。うまく避けろ。相手は通常必殺技をよく使うと。なるほど、切り札も使うんだね。切り札で弓矢も3体もいるのか。いや、スケルトンめっちゃイケメンになっちゃってるけどね。いいんすか、こんなイケメンでね。いやいやいやいらない、こんな爆弾。ウィスバー、いや、これバックシールドめっちゃ便利やな。これこれこれ強いね、ドーンって。あ、オッケー、落とせた。うわ、あ、え、そんな全員一気に。あ、待って、そりゃ、うわ、そんなゼロ距離でひどいな、そんなゼロ距離でね。お前は死ぬ、行かないか。あー、危ない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 。鉄、
オッケー。え、またよけた。あ、よけてない。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。はい、TNT で撃破。スケルトン、射撃攻撃強化だ。はい、ゲットです。はい、続いてはスライムですね。マインクラフトシリーズスライム、かっこマインクラフトと。そうだね、スライムって他にもいるからね。はい、カービィ軍団ですね。やっぱりカービィなんですね、スライムは。こっちは緑のスライムなんで、緑の、カービィと。体力性のなんと、あ、体力性か。増援が出現。通常空中攻撃をよく使う。スタンってやつか。スタンってのいっぱい使ってくるらしいですね。でかっ。あ、どんどん分裂していくやつか。まずはじゃあこいつを倒すと。オッケー。あ、分裂してきたね。待って、何もない、木しかない。土かこれ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとこの間に埋めて、何か強そうなの。オッケーオッケーオッケー。これくらいでも。これからラスト。さあ最後はドーン。0.1 だけ余ったよ。最後は派手にスライムをオーバーキル、ドーン。どうもどうも。オッケー、スライムジャンプ強化ゲットです。はい、これで4体撃破。さあここからはエースですね。はい、行きましょう。エンダーマンです。うん、特定のポケモンを呼び出すということらしいですね。アイテムスティーブですよ。エンダーマン軍団ですね。全部で、ね、4体かな。さあ行きましょう。モンスターボールでケイシー。マジっすか。うお、びっくりした。いきなり出てきた。うわ、ちょ待て、ちょ待てって。復帰力そんな高くないですから。何見てるし、怖っ。怖い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 。ビームソード、ビームソード。あーあっ、ほらビームソード。でかくなってんだよねこれね。普通のスティーブと同じ大きさじゃないもんね。あー危ない危ない。ん、まだ出てくんだよね。こいつだけじゃないよね残りね。 OK、 飛んでったね。いやもうシュールすぎるな、なんかもう。おっす、やめろやめろ。パワーブロックがめっちゃ出てくるんだね。オッケー、ドンドンドン。お、これで決めたいね。2人まとめていけないか。いけ。うわー、1人余っちゃったなこれは。さあ1人クリーパー爆弾でドーン、1人倒した。さああとは、うわうわうわ、逆にパウを、ほらー、オッケー。上に飛んでった。帰ってきた。ドーン、イエスさん。いやー、エンダーマン強かったね。水が苦手と。はい、ゲットです。はい、続いてはこちら、村人アイアンゴーレム、いきましょう。さあ相手がスーパーアーマーらしいですね。アイアンゴールマン、スーパーマン、ひるみにくい、蓄積ダメージが低いと吹っ飛ばない、投げをよく使う。うん、時間が経つと増援が出現ということで、めっちゃ出てくるらしいです。おわお、こいつらが村人ってことか。まだいないんだねロボットは。
あとからロボットが出てくると。早くしないとロボットが出てきちゃうね。あ、コッコ出てきた。ちょ、取れ、オッケー、よし。あ、出てきちゃったぜ。ロボット来ちゃったぜ。おら。ロボットをさ、掴むとさ、その出てくる柵もさ、ロボット仕様にめっちゃでかくなってるんだよな。おら。いや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 。鉄がない、鉄が、鉄がない、鉄がない、鉄がない、鉄、ちょっと掘らせて、掘りたい掘りたい。おら。オッケー。あ、やばい、コッコ食らっちゃった。うん、これでロボット倒しちゃいたいな。ロボット入れる、ここドーン、よーし、ロボット入れた、ババーバーンオッケー。さあ村人倒しちゃいましょう。あとはパーン、オッケー。村人&アイアンゴーレム投げ強化ゲットです。さあ続いてはガストです。マインクラフトシリーズメタルプリンらしいですね。あ、なに、炎の床っていうギミックあったかな。あ、それだったらちょっとギミック対応しなきゃよかったな。より原作を味わうために、まあちょっと無効にしちゃったもんはちょっとしょうがない。お、アントロク出てきたよ。てかキングクルールに見えたんだけど、プリンが。お前プリンかキングクルールじゃなくて。キン、うわ、え、いつまでいるのアンドロフさん。ずっと、もしかして永遠ですか。永遠っぽいな永遠っぽいな、それは強いぜ。オッケー、しゃー、ガスト空中攻撃強化ゲットです。はい、続いてピグリン、マインクラフトシリーズゴールドアレックス軍団ということでいきましょう。制限時間の乱闘、キルソードを持参らしいですね。増援が出現。ここ、こんなところで、いや、たたたた、アレックスだけどゴールドになってさ、ただの金色のモザイクになってるよ金色のモザイクにほらっ、キルソード欲しいな、こっちも。イップ、あぶね、熱っ、鉄、あ、消えて落ちちゃった。 OK、 倒すと、おーっと、いっぱい出てきたね。3人出てきたんかな。えっ、あぶね、そこ掴んでくれないとね。ちょっとキルソード、キルソードにやられた。もう一回いきましょう。キルソードやっぱ怖いね。ああいうクリティカルが出ちゃうとね、そのタイミングでやられちゃうと一瞬で吹っ飛んじゃうんでね、まあ、気をつけていきましょう。軍団で7体いるのか。最初1体倒すと3体出てきたから、あのあともう1回3体出てくるってことだよな。ラウンド3まであるってことで、最初のうちに1人の間にいっぱい掘っといた方がいいな。さあ金で行こう。ちょい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 、オラッ、オッケー、ドゥレドゥレドゥレ、あー、バックシールなくなった。ドーン、オッケー。いや、同時に3体以上出てこないくれてるのが嬉しいね。さあダイヤ来た、
危ない、切れそうだ、危ないよ。オッケー。あっ、あくそよし、オッケー、オッケー。あ、ここ崩れるのか、そっか、崩しておいたらいいね。うわうわうわ、あ、溜まったね。あーっぶねー、ダーン。さあこいつはとりあえず倒せるでしょ。あ、倒せなかったか、マジか。めっちゃ光ってる、めっちゃ虹色に輝いてる。倒せない、倒せない。ここの間にシュートしちゃうと倒せない。ビッタンビッタンしちゃって。倒せ、倒した ?OK。 上ちょっとジャンプ力低くて、その時はこうやって、え、待って、マジか、あぶねえあぶねえ。そっか、時間制限あったんか。フィグリンゲットです。武器攻撃強化、危なかったね。だからあっちからあんまり攻めてこないのか、そういうことね。逃げてるわけではないけど、あんまり攻めてこなかった。はい、 OK です。これでまあ大体クリアですね。はい、ラストエンダードラゴン行きましょう。体力制かな。はい、マインクラフトシリーズエンダードラゴン、メインファイターを倒せば勝利、護衛を残しても OK。 体力制のランタン、相手の HP0 で撃墜、相手のメインファイターはピンチし、相手の蓄積ダメージが大回復、攻撃力は特化で圧倒しろ、 HP200、 エンダーマンが途中いるんで、エンダーマン先に倒しちゃいた方がいいかな。いやー、エンダードラゴンでかいな、でかいな。ちょっとそれはやめて、おっと、戻して、オッケーオッケー。お、あー、 HP 全開しやがった。さあこっからが勝負ってことね、こっから勝負と。まあ1対1だったらなんとかなんじゃないか、でかいだけでしょ。とりあえずダイヤ欲しいな、ダイヤ。やっぱエンダードラゴンにはちょっと最強の装備で挑まないと。ダイヤ出た。さあダイヤの剣でいくぞ、いくぞ。檻がでかい。これウエスも絶対当たんじゃないか、でかいから。ウエスも絶対当たるよね。あー、これで決めたいね、最後ね。まだまだだよな。いや、ちょっ、うん、いけ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 。くそ、制限時間がまだまだある、まだある、大丈夫。いいよいいよ、17いけんじゃない、いけ、ドーン。あ、ちっちゃくなっちゃった。エンタードラゴンをこの中に入れて、ドーン。どうもどうも。オッケー、エンダードラゴンゲットです。カレー状態デラックス、デラックス、こんなんあったかな。カレー状態デラックス、カレー状態ってのはもちろんあったけど、カレー状態デラックスですね。はい、エンダードラゴンゲットです。レジェンド級いいですね。はい、コンプリート、1万ゴールドゲット。はい、ということで、マインクラフトシリーズの、特別なスピリッツボードダウンロード特典ターゲットリストクリアになります。はい、ありがとうございました。いやー、どれもね、面白かったですね。はい、ということでね、まあスティーブ購入した方はぜひね、こちらのダウンロード特典遊ばなきゃ損ですので、ぜひとも遊びましょう。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。